皆さんはじめまして、タイと日本のハーフののぞみです。私は生まれも育ちもタイバンコクで、2年前に日本人の旦那と結婚して、今は岩手の北上に住んでます。たまにはタイ料理も作るので、もしタイ料理が好きな方には参考になればと思います。今日はタイ風ハーブ鍋のチムチュムを作りたいと思います。皆さん聞いたことありますか？チムチュムはですね、イーサンと呼ばれているタイ東北地方の郷土料理なんです。スイートバジルや昆布みかんの葉、レモングラスなど何種類ものハーブやスパイスを煮込み、ナンプラーをはじめとする調味料で味付けした爽やかな香りとあっさりとした優しい味わいの鍋です。で、今日はこのチムチュムセットを使って料理していきたいと思います。ちなみに私はカルディで買いました。まず使う肉なんですけど、お好みの肉で大丈夫です。タイの一般と言いましたら豚スライスや鶏肉が一般です。味付けもそうなんですけど、そのまま食べても美味しいですし、もし時間がありましたら私みたいにちょっと味付けてもいいかなと思います。味付けなんですけれども、私は基本的にオイスターソース、砂糖、醤油、昆布の素ですね。で、あとは片栗粉と、胡椒もちょっと入れてます。で、最後に、豚肉が柔らかくなるために卵も1個入れてます。で、全部入れましたら混ぜ混ぜにして、ラップかけて冷蔵庫に少なくとも1時間ぐらい置いとけばいい感じになると思います。で、食べる20分か30分ぐらい前になりましたら、水1リットルを鍋に入れて沸かします。水が沸きましたら、セットに入っているチムチュムペーストを入れてよく混ぜます。そして乾燥ハーブを入れて、さらに沸騰するまでしばらく煮込みます。で、沸騰を待っている間に私は野菜などを準備します。基本的には人参、白菜、豆腐、えのきなどを入れてるんですけれども、各家庭によっても違うと思いますので、そこはお好みのものを何でも入れて食べてください。とエビや白身魚なども入れてもいいかと思います。最後にこのイーサンソースも一緒に食べます。で、ついてきてるちょっといったお米もかけて混ぜて食べたら美味しいと思います。今日は私の旦那の初のチムチュムです。チムチュムチムチュムチムチュム、うん、何が特徴なの？チムチュムはタイのハーブ鍋みたいな感じで、確かになんか見慣れないのが入ってる。そういうドライのハーブとかが入ってる。そう、それは食べれないよ。ちなみに食べたくないで、チムチュムの意味なんですけど、チムはつける、チュムは入れるっていうことで、豚肉とかをですね、鍋に入れてから、でタレをつけて食べるっていうことから、そういう名前の由来ができました。匂い的にはいいよ。そうなの？うん、タイ料理のよくある匂いする。ちょっと香辛料、トムヤムクンに似てるようだけど、なんだろうな、あっさりしてて、ココナッツミルクとか入ってないから、で、あと辛いのがメインかな。これめっちゃうまそう。そうっすね、うん、本当はあれだよ、タイ人自分で作んないとダメだけど、これはセットに入ってるから楽。日本ってさ、そばとかは薬味あるじゃん、わさびとネギ。タイも、薬味みたいな感じで、基本が本当はライムなんだけどね、ライムとネギと生姜、刻み生姜が一応薬味で、そう。味見してからの方がいいんじゃない？ソースいいの？飲むやつありますよ。どれどれ。
お金って辛い？うん、あ、でも美味しい。あ、でもあれだよ、それだったらあのスープをちょっと 薄めてもいいかも。あー、なるほどね。うん、でも美味しいな、甘辛い。うん、レモン入れたから良くなってるかも。あ、うん、まあまあ良くなった、レモンで。生姜とかも入れたらもっと美味しくなると思う。これがいいよね、なんかスキソースとかさ、うん、このこれはジムチュンって言わないの？いや、この全部、この料理全体がジムチュンよ、うん、そう、うん、ね、スキソースとかさ、こういうソースがあって美味しいよね。そうそう、日本はさ、もうスープのこのこれ自体で食うじゃん。うんうん、味付いてて、うん、これが醍醐味ですね、タイ料理の。そうだね、やっぱりタイ料理ってさ、こうチムチムに限らず、なんだろう、タイラーメンとかもさ、こうタイラーメンとかも、なんていうの、こう自分の好みに味付けできるから。え、今いただきます。なの、いただきます。超うまそう。つけすぎたら辛いかもよ。どう？超うまい。うん、すごいね。うん、美味しい。結局辛い？辛くない、これレモン入れたから。うん、いいね、これ。でも辛いの苦手な人はやっぱりスープちょっと薄めたらいいかな。あ、これだけで食えるか、ちょっと食べてみようかね。あ、つけずに。うん、うん、結構スープ煮込んでるからね。本は何ですか？香辛料。いい匂い。スパイス、うん。うん、え、発音悪かった？うん。うん、いい匂い。うん。で、味も濃くないし、こっち苦手な人はこれだけでもこう香りを楽しみながら食べるのに美味しいもんね。ポン酢とかで食べたら。いただきます。最後に忘れてました、ジムチュンに欠かせないもの。欠かせないの？そう、春雨です。うん、なくてもいいけどねいや、だからなんだろうな、あんまりご飯とかとは食べないかも。春雨ってある？タイあるよ。俺春雨食ったことあるっけ？あると思うよ。最後に、日本の鍋とはどう違う？日本の鍋とは、まず香りが違うね。へえ、どういう香り？え、この香辛料がよく効いてる、うん、匂いのいい香り。うん、うん、なんだろう、日本にないから好きだね、うん、あとは、入れるものは大体似てるかな、この具、うんうん、具に関して言えば。まあ、鍋だから好きなもんなんでも入れれるの、うんかな。で、別のこう濃い口のタレとか、うん、あとこういう薬味はいつも鍋には使わない。あ、そっか、うん、あれでもなんかおろし大根だったっけ。あー、はい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 、あるか、薬味は。うん、たまに各家庭によって違うもんね。うん、これで遊ぼうって今ご飯食べて。ちょっと食べてってタレが減ってきたら、次もまた同じの足してもいいと思うかもしれないですけど、僕らはこれ足します。ポン酢、これだと辛くないしね。うん、なんか結構あっさりしてて美味しいよね。うん、で、最初元の味も残ってるしね、足すと。いいかも、いい食べ方、うん、変わるしね。うん、飽きない。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ジムチュンはいかがでしたか？機会がありましたらぜひ食べてみてくださいね。
この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンもお願いします。もし気になるタイ料理がございましたら、コメントもお願いします。バイバイ。